し日本中の注目を集めた事件の一つ、英語教師リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件。ジュセリーノがこの事件も実は予言していました。今年3月26日日本中を震撼させる事件が起こった。リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件。彼女と連絡が取れなくなったというルームメイトの通報を受け、千葉県警の捜査員が捜索を開始。部屋に残されたメモからある男が容疑者として浮かび上がった。男の名は市橋達也。捜査員は市橋容疑者の自宅を割り出し現場に踏み込んだ。しかしなんと市橋容疑者はその捜査員たちを振り切って住宅街へ逃走。男物でした。はい、黒のスニーカーが一つ落ちていて、逃げている際履いていたスニーカーの片方だけ民家に脱ぎ落としている。その後市橋容疑者の自宅を調べたところ、ベランダに置かれた浴槽に全裸で押し込められていたリンゼイさんの遺体を発見。死因は首を絞められるなどしての窒息であった。事件から9ヶ月、これまで投入された捜査員の数はおよそ2万人。現在も捜査は継続されているものの、残念ながら有力な情報は得られず、市橋容疑者は未だ見つかっていない。リンゼイさんの無念は晴らされることなく月日が流れているのだ。そしてリンゼイさん殺害の2年7ヶ月前、これは2004年8月19日にジュセリーノがブラジルの日本大使館宛に出した警告文のコピー。そこには戦慄の予言が記されていた。残念ながら英語教師リンゼイ・アン・ホーカーさんが殺されます。事件は達也一橋という男によって2007年3月26日に起こります。なんと加害者被害者の名前職業を言い当てていたのだ。ただし3月26日は事件が発覚した日である。ではジュセリーノが夢で見たリンゼイさんの事件とは一体どんなものだったのか。夢を見たのは市橋容疑者による犯行が行われる前からでした。彼女は市橋のことをあまり相手にしていなかった。彼の写真は見なくても大丈夫、ちゃんと覚えていますよ。間違いなくこの人物です。夢の中で見た市橋容疑者とリンゼイさんはこのようだったとジョセリーノは言う。2004年8月ジュセリーノは日本のある喫茶店に立っていた。辺りを見回す、すると店の隅にいたリンゼイさんと市橋容疑者の姿が目に留まった。二人は英会話のレッスンをしているようだった。しかし Can we meet next time?市橋はリンゼイさんに好意を寄せているようだが、彼女は全くそれに応えてくれない。リンゼイさんへの思いは次第に憎しみへと変化していった。そして3月26日、市橋はリンゼイさんを自宅へ連れ込み、ついに殺害してしまった。私はそれを現場で見ていました。それはとても恐ろしい光景でした。ジュセリーノはその時の夢を文書にし、警告文としてブラジルの日本大使館に送付。我々は確認すべく大使館に直接問い合わせてみたのだが、手紙は1年間で破棄するということで確認できなかった。だがここでジョセリーノが我々に驚くべき提案を申し入れてきたのだ。この封筒の中にはリンゼイ・アン・ホーカーさんを殺害した容疑者の潜伏先が書かれています。なんと市橋容疑者の潜伏先を予知夢で見たというのである。
そこには警察の捜査に支障をきたす恐れがあるので詳細は明かせないが、国内某所の大まかな住所と住居の特徴を示す文章が書かれていた。我々はジュセリーノから託されたそれを千葉県警に提出、警察にその情報の判断を委ねた。現在のところ警察からその情報に関する反応はまだ何もない。しかしジュセリーノによれば、一橋容疑者は今月末潜伏先から国外へ逃亡してしまうというのだ。一刻の猶予も許されない状況が迫っている。一橋達也は今どこに身を潜めているのか。